はいどうも、アイリスラーメンの山口です。本日もアニメ勢のアイリスラーメンがテンスラ日記を読んでみたら第2巻でございます。ということでね、アニメとの違いなどをお話しできたらいいなと思っております。ではね、2巻の感想動画になります。で、アニメでいうところの第7話から最終話の12話までの内容とそれ以降の内容が含まれております。で、第1巻の方はアニメでいうところの第1話から第6話までで、第2巻は第7話から第12話とそれ以降の話が含まれております。で、気になるところ結構あったんで、まあね、話が長くならないように、スムーズに言っていこうかなと思います。で、前回同様にしおりはね、こちらのリバースの、はい、カードを使っております。いいですね、ちょうどこのクリスマスの回なのでちょうどぴったりでしたね。めちゃくちゃ良かったです。あとね、そっからですね、中身の方、内容の方、気になったところをお話ししていこうと思います。結構あります。結構気になったところは追ってるので、かなりね、ありますね。テンスラ日記の漫画は、全てね、4コマ漫画としてね収録されております。あのアニメはね、ちゃんと物語が進んでるように感じるんですが、それを一つ一つ4コマとしてね、かなり、まとまった内容になっております。それはね、もう前回の1巻の時に結構話したので、まあ、それはね、話さずに、じゃあいきますよ、内容をいきます。まずね、ミリムが、ランガのことをすごいなでなでしていて、ペットは好きって言ってるところがあるんですけど、11ページのミリムハンドは支配力っていうところで、よく思い出せんが昔こうやって撫でてた気がするって言ってるんですよ。で、その後の17ページの背中の声っていうやつが、あって、怖くはないのか、そんなにたくさんの大切なものが、つながりが一つでもなくなったらと考えたら私は怖いのだっていう、なんかね、過去を背負ってるなーっていう内容がね、ちょこちょこ入ってくるんですよ、ミリムので。これってまだね、そんなに詳しくないんであれなんですけど、シオンたちがそのファルムス軍がテンペストに攻めてきて、シオンたちが死んじゃって生き返る方法は何だっていう時に、そのエレンがサリオンで、魔導王朝サリオンで伝わるおとぎ話を話してくれた、その内容がミリムの、過去の内容だったと。そこまではね、判明していて、で、僕も分かっていて、で、その内容のことをこのテンスラ日記でもちょこちょこ言ってるなっていうのがあって、なんかすごくね、そのなんでこうなったかみたいな内容はまだね、原作、ノベルの方は読んでないので分からないんですが、ちょっとね、ミリムの過去めちゃくちゃ気になるなっていう感じですね。で、その後ね、あれ飛ばしちゃったかな、飛ばしてない。好きなシーンなんですが、27ページのまた渋沢抜けずっていうやつですね。干し柿の話で、昔のそのベニマルが渋柿を食べてしまった時の顔をシュナがやってるんですが、それがね、めちゃくちゃ可愛くて好きです。あの変顔をあまりしないキャラクターだし、すっごく美人で、すっごく可愛いキャラクターがこうやってね、変顔を、真面目な変顔をするってところがね、すごくいいなと思います。超可愛いっすよね。で、その後、これは別の動画でちょっとね、言ったことではあるんですが、まあ、あの白狼が楓の葉っぱ、もみじ、まあ、楓の葉を、見ているシーンがあって、これもね、後のその楓とかもみじにつながる内容だなっていう感じですよね。
いいですね、そういうところ。まだアニメ、その楓とかもみじのことを知らない状態でテンスラ日記のアニメを見ていたので、今は知ってるからあれなんですけど、あ、こういう風に繋がってるんだ、こういうなんか小ネタを挟んでるなっていうのが分かったのがすごくいいなと思います。で、あとね、その後31ページのゲルドが、まあ、焼き芋を、みんなと一緒に食べずに、その亡くなったリムルに倒されたオークディザスターの、まあ、お墓じゃないけど、オークディザスターの代わりのなんか木彫りの、ね、やつに芋を添えてるシーンがあって、それもすごくいいなと思いますね。ゲルドは本当にあのテンスラ日記の中だと全部いい、全部すごくね心に刺さりますし、めちゃくちゃ好きなシーン多いので、ゲルドはね本当に、でその後もね本当にゲルドが登場するシーンに全部降りたいなって思ったんだけど、それだとね本当話すことが長くなってしまうので、まあ、あの降るのは少なめにしました。でその後ね42ページ楽園の破壊者という、話にアピトとゼギオンが登場します。ここもねあのアニメと同様に、アニメもね同じようにアピトとゼギオン登場しておりました。本編の方だと多分まだ登場していないキャラクターなのでね、テンスラ日記の方で登場してくれて嬉しいですね。で、あとは、柚子胡椒味というタイトルの、47ページのものがあるんですが、これもねあのアニメの方を見てた時もね、なんか無性にポテチが食べたくなるような話が多くて、まあ、トレーニーさんが関わる話だとポテチが、ほぼほぼ出てくるので、やっぱポテチ食べたくなるなっていう感じですね。で、あとはね第12日記サンタクロースはどこにいるっていうやつで、扉絵なんですが4コマ漫画で、俺には年の離れた兄がいてっていうね、あのリムルの、まあ、前世、まあ、前世の、三上悟の時の、ね、回想シーンがあるんですが、お兄ちゃんいるんだね。それもねここで初めて知りました。リムル、三上悟にはお兄ちゃんがいるっていうところがね、ちょっと、ちゃんと原作に忠実な、原作の内容設定に忠実に描かれてるものなので、お兄ちゃんいるっていうのは紛れもなく事実なんだなっていう感じですよね。であとはね61ページ広がる視野っていうところで、エレンがケーキを食べてる時にイングラシアの名人の腕にも匹敵するかもって言ってるんですけど、これは吉田氏のことですよね。これも今アニメやってますし、僕もね漫画追いついたので吉田さんのことなんだなっていうのがねここつながったので、分かりましたね。であとはデコボコっていうタイトルで64ページのものがあるんですけど、その中でベルドラがサンタクロースの衣装を着てる、ベルドラがドラゴンの時の状態のベルドラがサンタクロースの衣装を着てるのがめちゃくちゃ可愛い。アニメも同じようなシーンやってたのでね、アニメも可愛かったですね。で次が66ページはこれなんだろう、サンタクロースリムルの執務室にプレゼントが置いてあるんですが、そのプレゼント誰が置いたかっていうのは誰も知らずに、クリスマスなんでね誰も知らなかった。でじゃあ誰が置いたのっていうところでね、本当にこの異世界にはサンタクロースっているのかなみたいな、感じで終わったんですが、でアニメの方もちょっと見返したんですけど、アニメの方も誰が置いたかっていうのが分かってないので、なんかちょっとここは不思議だなと、ねなんかテンスラ日記だったらオチとしてなんか意外なキャラクターが置いてたりとか、なんかそのねみんな実はみんな置いてましたよみたいな、なんかそういうオチがあるかなと思ったら
ここはね謎のまま終わってたので、本当にサンタクロースいるのかなみたいな感じで終わってましたね。でお正月になって、お正月もねアニメもしっかりやってたので、お正月とこの、アニメと漫画ほぼほぼ一緒の内容で進んでましたね。でその後が、漫画だとその雪の話、雪が積もった時の話になるんですが、その、アニメだと先に雪が積もった話で、その後にお正月っていう流れだったんですけど、漫画の方だとお正月が先で次に雪が積もるっていう感じでしたね。まあ1年の終わりを、そのアニメの中では1話から12話最終話まで1年通してのテンスラ日記をやってたので、多分その流れが一番、うまくまとまるのかなって、そういう感じのことをね漫画を読んで思いました。であとは結構ね喋りたいところあるんですが、まあ、それも飛ばして、アニメの方でも好きだったのが95ページのさあ帰ろうっていうタイトルで、冬というのは姿なき魔物、音もなく忍び寄り同胞を連れ去っていく、ゲルドがね喋ってるんですけど、心の声ですね、心の声で喋ってるやつですね。小さき者、弱き者から連れ去っていくと、このその ポエムみたいな感じな、まあ、ゲルドのことがねテンスラ日記だとめちゃくちゃ好きなので、すごくなんかいい言葉だなっていうのはね心に染みますよね。本当になんかアニメでも聞いてる時にわーすっげーいい言葉だなって思いながらね見てました。であとはねその後、15日記風の吹く前っていうのがあるんですけど、こっからアニメでは、放送されてないというか、アニメ12話以降の話、アニメの12話以降はまだね制作されてないと思うので、今後そのテンスラ日記2が、テンスラ日記の2期が放送されるのならこっからスタートするんじゃないかなっていう風にね思う内容ですね。だから全く知らない内容で、アニメでは見たことない4コマがずっと続きます。だからアニメ勢としては本当に知らない内容なので、めちゃくちゃ楽しくね読むことができました。ティアとか、クレーマンが結構登場していたり、ヨウムがね髪型変わるじゃないですか、ヨウムが英雄になる時にはもう髪型がねしっかりとした髪型になるんですが、その髪型を整えたのが白狼っていうのもね、分かるシーンがあるので、そういうのも多分ちゃんと原作通りなのかなとは思うんですが、もしね白狼がそうやって髪の毛を整えた、まあ剣でね一瞬で切って整えたんですけど、それもねちゃんと原作の設定通りならなんかいいなって思いますね。であとカリブディスが登場するんですけど、リムルが毎回カリブディスのことをカリブデスとかカリュプデスとか、カリブディッシュとか、カリュとかなんかね名前が全然言えないシーンがあるんですけど、そういう4コマがあるんですけど、それ多分視聴者側も同じなんじゃないかな、視聴者側も同じだし声優さんたちも同じ経験してるんじゃないかなっていう風にね思いました。実際に僕もその動画を撮っていてカリブディスのことを話す感が、あるじゃないですか。そこでね何度か噛んだりとか、言いづらいなみたいなことがね、多々あったのですごくわかります。でその次の、114ページ115ページの、冷たい鎧で覆い隠しっていう話があるんですがけど、これもねゲルドのココブ、ちょんまげちゃん、小さい女の子のゴブリンですねの話なんですけど、これもねめちゃくちゃよくて、カリブディスと戦いに行く前のゲルドが、ココブとお別れするシーンがあるんですけど、その1コマ目2コマ目3コマ目は今までのテンスラ日記の、なんか優しい表情、すごく
ほのぼのとした表情でやってるんですけど、4コマ目でもう本編のような本編の漫画のような迫力、本気の顔が見れるので、すごくこのギャップっていうか、ちゃんとゲルドはこのゲルドなんだなっていうところが見れてね、非常に良かったです。ゲルド推しなんでね、テンスラ日記だと。あとね、本当にもうここね喋りたいこと多いんですが、結構動画がね、時間伸びてしまうので、ここら辺で終わりにするかな。 あとはねあのシオンとミリムがテンスラ日記だと非常に仲が良くて、ミリムが一本角とシオンのことを呼んで、シオンがシオンですよと返して、その返しに対してミリムがそうそれみたいなことを言うんですけど、この一つの、ね、流れがもう定番化していて、なんか本編では全くないそのね、ボケみたいなツッコミみたいなこの定番と化した流れなんですけど、本編にはなかったのないことなので、なんか非常にねテンスラ日記のオリジナリティが溢れてるその絡み、そういうのがね結構あるので、シオンとミリムにはそういうのがあるので、面白いなというふうにね思います。で今後そのワルプルギスとか始まる時もシオンとミリムが絶対会うわけじゃないですか。でそこでどのタイミングでその一本図のって言ってシオンですよっていうその流れがねまたあるのかっていうのもね、非常に気になりますし、次読むのも楽しみになりますという感じで、まあアニメの12話までがその一期の内容、本編の方の一期の内容をやっていたので、で今は絶賛放送中の第3期なので、第3期放送しているので、第2期の、今後ねもしテンスラ日記がまたね続編があるとしたら、第2期の本編でいうところの第2期の内容、この15日記の以降の内容が多分やると思うんですけど、どうなのでしょうかっていう感じですよね。おそらくそうなんだろうけど、一気にこの2期の内容飛ばしてさ、3期の内容のテンスラ日記からやるってことは多分なさそうだし、おそらく自分的にはテンスラ日記の2期はやると思っておるので、やると思っているのでね、まあまだそういう情報はないですけど、僕はね絶対やると思います。はい、という感じで、なんか結局スムーズに喋るって言ってたんですけど、18分ぐらい、時間経ってしまいました。結構ね動画長くなってしまいましたが、最後まで見てくれた方はいらっしゃるのでしょうか。もしいたのなら本当にありがとうございます。はい、結構今日はねカミカミなんですが、めちゃくちゃ腹減ってて頭も全然回ってない状態なので、すっごいカミカミで喋、っています。まとまりのない言葉でも喋、っておりますが、それはね、優しい目で温かく見守ってくれればいいなと思います。という感じで本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。